山本忠三郎、山本忠三郎、山本忠三郎、1873年、明治6年11月8日から1927年、昭和2年4月17日は、明治から大正にかけて活躍した、実業家。山本忠三郎は1873年、岡山県久米郡鶴田、県岡山市北区で、鶴田藩市である、坂西小説の次男として生まれた。 まだ幼児の時に養子に出され、豆腐屋の小僧として働いていたが、十歳の頃に職を求めて歩いて大阪に出た。新聞社の活字拾いをしながら、夜は英語の学校に通う苦学をした。十六歳の時、一旦帰郷し、兄の援助で静谷学校に通い、続いてかつて兄が通った同志社に学ぶも、兄からの援助が滞るようになって同志社は、 中退に追い込まれた。しかし山本は、札幌農学校で学問を続けることができ、二戸ベ稲ナなどの指導を受けた。札幌農学校を卒業後、二戸ベ稲ナの講演でまず、石狩平野で開拓事業を手掛け、大事主となって成功を収めた。約10年間北海道で開拓事業に従事していたが、続いて中国の天津に渡り、石炭販売業を始めた。 山本は松西洋港という貿易商社を設立して石炭や材木の貿易に従事していたが第一次世界大戦の海戦を見て船舶輸送業を強化。これが見事に当たり巨万の富を築いた。山本忠三郎は大戦景気で成功した典型的な船なり金であった。最盛期の資産は約四千万円だったという。 1916年、大正5年衆議院の補欠選挙が、岡山県で行われ、山本も出馬するも落選。また、かつて通った、同志社に8万円で、図書館、法図設計、同志社広明館本館として、現存を寄付、岡山市立図書館の公費、施設費1万8000円、郷里の久米郡の山本実業学校の設立に20万円を寄付するなど、 社会事業にも手を染める。1920年、大正9年再び衆議院選挙に出馬するも、落選、本業の実業家としても第一次世界、大戦終了後の不況の波をもろに被り、あっという間に財産を食い潰していくことになる。築き上げた財産を全て使い果たした山本は、意見連のため1927年、昭和2年に54歳で自宅で休止した。 山本棚三郎はその波外れた金の使いっぷりで知られた。その中でも特に1917年、大正6年に朝鮮半島で大規模な虎狩り、名付けて山本正虎軍を行ったことが有名である。山本は自らを金弁立皇の人物たることを証明するために虎狩りを行うと称したが、世間では前年の補欠選挙で山谷虎像に敗れ落選したため、 払いせで、本物の虎を狩る決断したと噂された。この虎狩り、規模が尋常ではなく、マスコミ関係者を含め総勢31名、現地で雇用した漁師やポーターを含めるとなんと150名にも、なった。山本正虎軍は全体を8班に分け、1から5班は環境道方面、7.8班は全羅南道で虎狩りを、そして6班は別動隊として、 金剛山で熊狩りを約1ヶ月間にわたって繰り広げた。彼らは自作の、まさとら軍歌トラ虎イ不死などという歌を歌い、誠意を身にまといトラ狩りに赴いた。1ヶ月間の成果は虎2頭、その他表、イノシシ、鹿など貨車1両分になったという。トラ狩り終了後、まず、京城の朝鮮ホテルで、山形伊三郎朝鮮総督府政務総官らを招き、 トラなどの獲物の試食会を行い、さらに東京に到着後、帝国ホテルに、清浦慶吾数密院議長、田健次郎邸臣大臣、中条次連納商務大臣、渋沢栄一、大倉木八郎ら二百余名を招き、大々的なトラ肉試食会を行った。当日は、食堂の内外にトラ狩りにちなんだ竹林を廃し、獲物のトラ、ヒョウ、クマ。 鹿などの剥製を展示、山本忠三郎自身が虎狩りの実演団を語り、さらには舞台では虎狩り踊りなどを披露した。しかし肝心の虎肉はトマトケチャップでマリネにして提供されたが試食に耐えられるものではなかったという。山本忠三郎はこの破天荒な虎狩りで世間から虎大臣と呼ばれるようになった。山本は朝鮮虎二頭の標本。 白星を皇太子、後の昭和天皇と同志社に寄付した。アムールトラは朝鮮半島では後に絶滅したため貴重な存在で、後者は2011年2月の同志社標本館、巡化館の閉鎖時点でも現存している。山本忠三郎は、その他にも巨万の富に明かせて様々な寄稿を行った。越中奮土市一万本を携え、欧米を漫遊して、 気を引き締めてもらうためと称し、各地に在住の日本人に贈呈した。箱館の料亭で第三罪の後に玄関で履物を履こうとしたところ暗くてよく見えないため、懐から百円札の束を取り出し火をつけるという成金の逸話として有名な行為を行った。芸者は驚いて消そうとしたが、寄せ寄せ、そんなものならいくらでもやる。花紙なんか何にするか。 カバンからさらに百円札の束を取り出し、鼻水が出てもいないのに鼻を吹く真似をしてみせた。和田国坊はその気候を聞いてか、後年同じ状況の風刺画を描いている。これがいつの出来事かは不明だが、1918年、当時は公務員初任給は70円だった。またある料亭では、座敷一面に豆腐を敷き詰め、大勢の芸妓に揃いの衣装を着せて、 青く塗った箸を苗に見立てて、豆腐に植えさせるた植え遊びをした。貸し切りの特別列車に芸儀を大勢へ乗せて、東京から京都に繰り出し、いくら金を出しているとは言っても、あんなことをさせては我が国の風景を生み出すと、国会の貴族院で問題になり、鉄道省から叱られた。箱根では芸儀を総上げして、裸の分立更新をさせるなど、まさに宝刀の限りを尽くした。 朝鮮の虎ラガリから帰って間もなく、京都祇園の名義、断行を一万円の大金で引かしたが、後に、山本を捨てて、根や六左衛門の妻になってしまった。山本忠三郎は、旧は北藩主佐竹家が1917年、大正六年に手放した佐竹本三十六、河川絵巻を三十五万五千円で購入した。しかし、第一次世界大戦後ののため、 早くも1919 19年、大正8年には売りに出されることになった。しかしあまりの高額のため一括しての買い手がつかず、36カセン一人数とが切り売りされることになってしまった。山本が同志社に寄付した新島城の胸像は、戦時中に金属回収で供出され、現在の像は石膏で取ってあった型を元に戦後に複製したもので。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。